皆さんこんにちは、イエガーラブと KMT ほのかファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとね、近況報告ですかね。本日5月12日です。我が家のね、エイビヒカイト君ですね、ワイマラナロングヘアードのエイビヒカイト、エイビ君が、14歳を迎えました。ただね、今起き上がることもできず、寝たきりの状態で、ご飯も自分で食べることが、まあちょっと厳しくなってきた状況です。食欲あるんでね、手を添えてこうご飯を少しずつあげているような状態で、今ね頑張ってます。でちょっとね、何箇所か褥瘡もできたりして、ちょっと毎日ちょっと手当てをして介護をしているような状況です。本人がね頑張ってくれているので、できる限りのことをしていこうと思いながらやっております。なのでね、ちょっと寝不足気味がずっと続いておりますっていう感じかな。でも今しかないので、できることをねやっていこうと思っております。はい。で、今日の話題なんですが、ちょっとね、かなりたくさんちょっと動画を撮らなきゃいけないような状況で、ネタがありすぎてちょっとね、どれからお伝えすればいいか。今お預かりして作業しておりますつくば TOT ですね、テストオブつくばを走行する、CB1300SP ですね。こちらのね、フルスイートナンバーをちょっと作っていこうという企画の中で、フルスイートナンバーをちょっと作っていこうという企画の中で、一応ね、2秒、今のつくばサーキットのラップタイムから2秒縮めてあげたいんですよね、短縮したい。で、今現状で、フロントフォークチューニングですね、オーリンズの、整列フォークが入っております。これの内部ピストンを変更してフロントフォークチューニングっていうのを今もう現時点でやっております。そして、リア標準装着されている、オーリンズのグランドツイン、こちらもねピストン交換してスプリングも交換してというスペシャル対応で、一応ね前後、要はショックに関してはもう手が入ってっていうことは、その手を入れた部分でのタイムアップはもうすでに完了しているということで、今回のお預かりでね、もう塩見さんにお任せしますということで、一応ね予算枠だけ決めていただいて今動いてるんですよ。でアブソリュートアームで車体計測を行いました。で、どこをどのようにやっていけば、要は一番こうコスパが良くてタイムを短縮することができるのかななんていうことをねちょっと考えているんですけど、今ねついているスイングアームがアクティブ製のスイングアームですね。アクティブのスイングアームがついております。でこれね、お客様に何の目的でつけたのかっていうお話をしたんですけど、軽量だからっていうところの返答が返ってきました。で今ねホイールベース1500、ホイールベースが現在1522mm というね、とてつもなく長い、CB1300、私よく戦車っていう言い方をするんですけど、本当にこうね、どてっとしたこう、ディメンションなんですよね。で、これを、タイムアップをするために、どこを優先してどうやっていくかっていうことで、スイートナンバーを作る上で、まずね、ステム、ジオメトリーステムに関しては必須項目になってきます。なので今回、ジオメトリーステムエボですね、当社の真骨頂、特許出願中のこのジオメトリーエボステムを今回装着するように、今図面を作っております。もうちょっとね、製作まではかかるんですけど、で、もう一つですね、こちらですね。まだちょっとね、ジグに装着したまんまですけど、あとね、第一工程、ここ、最後の工程で、ここのね、ショックを取り付ける、ここの部位の、切削加工を終わらせるともう完了なんですが、チェーン引きのブロックですね。で、今ついているアクティブ製のスイングアームは、これ、モナカプレスのタイプなので、ちょっとね、長さを詰めていきたかったんですけど、
切っていくと断面がねどん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 こう形状変わっちゃうのでちょっとやりにくいのと、まあまあせっかく買ったねアクティブのそのスイングアームに手を加えるのはちょっとどうかなと思って、で今回これなんですよ、ノーマルのスイングアームを送っていただいてもうすでにカットしちゃってます、カットしちゃってる状態ですね。でノーマルスイングアームに、まあ、装着できるような形でチェーンブロックを製作今しております。なぜこれチェーンブロック作ってるのかっていうと、スイングアームを、まあ、切り詰めることも当然ねノーマルのまんまできたんですけど、ノーマルの切り口断面が斜めになっていることと、それからね切るとねどうしてもその純正のまま切ると結合部を作るのにちょっとねこう R が R に差し掛かったところでね結合しないといけないという、まあそれらいろいろ考えて、でまあお客様の相談しても、まあまあ予算的にはある程度出せる形になるので、もうねスイングアーム純正のスイングアームを切って新たにチェーンブロックごっそり作って装着する形で、対応しようかななんていうことで今チェーンブロックを作りました。で今まではですねここのショックの取り付けの部位は別部品で作って溶接でっていうことが多かったんですけど、今回ねでっかいでっかいブロック、これね 180×160mm っていうね大きなブロックから、で厚みが 50mm のブロックから削り出しです、一品もの削り出しのチェーンブロックを今製作をしております。はい、でなるべく重量がかさまないように、まあちょっと肉抜きもしながらというところで、まあこういう形の今チェーン引きブロックが完成、もう少しで今日やってしまえばね完成するかなっていうところなんですけど、これを作ってまずねスイングアームを短縮します。でホイールベースを、詰めていくと同時にステムを作ることでよりキャスターは立つ方向になりますし、ホイールベース自体も短くなる方向に、詰まっていきます、こういう形でね今とりあえずノーマルのスイングアームを加工して、ショートホイールベース化を今進めております、数値に関してはねちょっと公表できませんので、またですね出来上がり次第、皆様にねお見せできたらななんては思っております、とりあえずね今お預かりしているテイストオブつくばを走行する、CB1300SP の、進行状況ということで、これがまず、第一弾としてお伝えをしていこうと思います。またねスイングアームちょっと出来上がった時点で、配信をさせていただきます。はい、ということでね、今日は今お預かりしているつくばで2秒短縮を私が公言してしまった、CB1300SP のどこからやっていくかっていうところで、まずスイングアームを今加工しておりますという状況報告の動画となりました。はい、またよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。